皆さん、サムネにもある通り、お父さんの車のタイヤが4本全部盗まれました。There's a party downtown. Someone said that you're coming by. Let me know. 皆さん、ヤッホーリクチャンネルのりくです。今日はもうね、さっきも言ったんですけど、お父さんの大事な大事な車のタイヤ全部盗まれたの。で、もともとこれね、動画にするつもりなくて、で、大体、数ヶ月前に盗まれて、で、別に、個人の問題なんで動画にする必要ないかなと思って、何もしなかったんだけど、お父さんの知り合いとか、もうタイヤ盗まれたっていうのもあったので、結構あるのと思って、なので動画にすることにしました。よくさ、ニュースとかでさ、車のタイヤが盗まれる瞬間みたいなのたまにやってるじゃん。で、それ私見ても、うわ、最悪だなとか思ってて、まさか自分の家がなると思わなかったから、本当にね、びっくりです、マジで。お父さんめっちゃショック受けてました。私もめっちゃ腹立ちましたね。で、本当に動画にするつもりなかったから、写真とかも1枚しかなくて、それも保険会社が頼んだから撮ったものがまだ残ってたってだけなんだけど、本当にびっくりだよね。私もその日びっくりしたもん。なんか朝、お父さん、私まだ寝てたんだけど、なんかお父さんが言うには、朝近所のおばさんがピンポンって鳴らしてきて、で、家のドアを、で、お父さん開けたら、タイヤ大丈夫ですかみたいに言われて、で、お父さんはパンクとかしたのかなと思って見に行ったら、これ車がブロックの上に乗せられてタイヤ全部なくなってたの。やばくない？で、お父さんも超びっくりして焦って入ってきたら、起こしてきたんですよ。で、お父さんが「警察警察警察」みたいなやつで、「え、何何何？」って、「車車」とか、なんかずっとそれ言ってて、で、で、私、車丸ごと盗まれたのかなって最初思って、で、外行ったらタイヤが盗まれてて、びっくりしちゃった。私もまだちょっと寝ぼけてたんだけど、その時で、警察とか来て、被害届出して、びっくりですね。で、警察といろいろ話して、よくあることって言ってたんで、びっくりですね。なんか、車のタイヤ盗まれるのはよくあるんだけど、もっと悪い場合には、なんか車丸ごと盗まれちゃう時もあるらしくて、ってニュースで見てたけど、よくあるの、こんなことって思って。で、犯人が見つかり次第連絡しますとかあったんだけど、多分見つかんないですよねみたいな、結構いろんなところであるので、でもいろいろ大変でした。多分、ブロックの上に車乗せて、あれだね、浮かしてタイヤフッて持ってっちゃったんだよね。で、結構ね、近所の人とかも、もうほら、いかにも盗まれたって感じの車があるから、結構声かけてきて、「大丈夫ですか？」みたいな。で、近所の人にも、「結構あるみたいですよ」みたいな。そう、なんか東京付近はめっちゃ多いらしいんだけど、私東京ど真ん中ってわけじゃないから、めっちゃ安心してたの。いや、絶対ないし、こんなことみたいな。あって、びっくりだね、本当に。で、ほら、タイヤ全部盗まれたらさ、また4個分買わなくちゃいけないじゃん。でも保険とかにも全部入ってたんで、全部ちゃんと戻ってきたんでよかったですし、新品のタイヤになりました。で、本当に保険入っててよかったんだけど、やっぱり、いろいろお父さんね、盗まれたの、めっちゃ数日間めっちゃショックでしたね。お父さんもめっちゃ落ち込んでました。私もめっちゃ腹立ったよ。だってさ、こっちはさ、いろいろ保険の手続きとか、警察の手続きとか、レンガブロックだけだったら車支えきれないかもとかなので、下にあるやつも買ったりして、めっちゃお金かかったりしてんのに、あっちは盗んでさ、めっちゃお金もらってんのよ。ちょっとそれもちょっと腹立ちましたね、めっちゃ。で、警察の人も結構優しくいろんなことをね、教えてくれたりして、本当に感謝してます。ありがとうございます。で、そのタイヤを取り戻し、もうお父さんも、もう二度とこんなことになりたくないからっていうのもあって、タイヤにロックをまずつけたの。なんかネジ1個でもう結構もう盗まれないみたいな、そのロック外す、無理やり外さないと盗まれないみたいなやつで、1個つけて大丈夫なんだけど、1つのタイヤに。もうお父さん心配だから2個、1個ずつつけてロックして、それプラス車にすごいアラームをつけたの。なんかもともと、そのトヨタの車にアラームついてるんだけど、無理やり窓ガラス割ったり、無理やりドア開けたりしないとならない感じなの。ひどいことしないとならないアラームだったので、お父さんが調べまくって、もうちょっとでも何かあったら、すごいアラームが鳴るやつ調べて、
結構遠くまで行ってつけてきました。すごいのよそれが。なんかちょっと窓ガラスのところちょっとボンってやっただけでめっちゃアラームなんの、ピーポーピーポーみたいな。で、あのたまに風がめっちゃ、台風の日とか風の力でアラームになったりもするし、なんか近くに猫が多分車の上にポンって乗っただけでもアラームになったり、まあ何回か何もないのにアラームになったりするんだけど、まあそれで安心ですね。車盗む、タイヤ盗まれそうになってもちょっと持ち上げただけでもアラームになるんで、まあそれ安心です。で、警察の人も言ってたんですけど、そのホイール、タイヤにあのロックかけるだけでもう結構、盗まれる確率はぐんと減るって言ってたんで、まあね、この動画出した理由は皆さんも同じことにならないように、まあ、車持ってる人いないと思うんだけど、私の視聴者で、まあ、お父さんお母さんにも言ってあげてください、りくちゃんのタイヤ盗まれたらしいよって、大丈夫うちって、もう東京のど真ん中くらいだけだと思ってたから、マジびっくりですね。で、ロックだけでも十分なんだけど、もっと結構心配だなっていう人はアラームとかもつけてみるのもいいかなと思います。そしてね、あと保険のプランにもね、なんかいろいろあるんですよ。でお父さん結構全部入ってるプランを契約してたので、そう、何日もずっとタイヤ取り付けのために車なかったので、その期間車なしじゃダメじゃないですか、私も学校あるしとかで。なので台車のやつも借りれたり、車、タイヤがない車を運ぶためのトラックを借りれたりとかで、本当にそのいっぱい入ってるプランで良かったですね、保険は。で、あと警察の人も言ってたんだけど、やっぱり近くに防犯カメラとかがあると犯人も分かるのと、あと犯人もさ、防犯カメラあるところでさ、やらないじゃん、防犯カメラはそこにあるからその下でやるとかは絶対やらないと思うから、まあ盗まれにくくなるよとかあったので、そうですね、防犯カメラあった方がいいです本当に。で、まあね、結構ね、このお知らせ全然いいお知らせとかじゃないんですけど、まあみんなもね、同じこと、まあ、報告動画ですね。で、結構ね、皆さんこれ見て、大丈夫大丈夫とかコメント来ると思うんですけど、私んちはもう全然大丈夫です。もう数ヶ月前のことだし、まあお父さんは盗まれた数日間は、まあ、保険とかからも帰ってくるとしても結構ショック受けて落ち込んでましたね。じゃあね、ということでね、今回、まあすごいいい知らせじゃなかったんですけど、皆さんも同じことにならないように、絶対うちならないだろうって思わないように、まあ、気をつけてください。じゃあ明日からは普通に楽しい動画が待ってるのでお楽しみに。じゃあね、また楽しい動画の方が見たいよって思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。